第16回限定ガシャ勝手に予想してみた。ということで、皆さん、こんにちは。くちゃねと申します。よろしくお願いいたします。ということで、本日はですね、4周年でございまして、ね、いろんなね、いろんなキャンペーンが来ましたけれども、これも忘れちゃいけないっていうことで、あさってですね、明日、あさっての、9月の5日ですね、の15時からですね、4周年のアニバーサリーガシャが、限定ガシャが登場すると思います。多分ね、多分来ると思いますので、なんかそのなんかなんだっけ、あの復刻のなんかまとめみたいな動画、復刻のまとめみたいなのがね、あの来るかもしれないですけども、とりあえずは5日に来ると思いますので、あの毎月恒例のね、あの僕が独断と偏見で予想してみようという、動画でございます。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、まあ周年ってことでございますので、まあ、前回もね、あの3タイプずつ来たので、今回も3タイプ予想していこうかなと思っております。で、まあ確定してるのはパッションですね。パッションはパッションユニゾンが多分確定してると思うので、パッション確定で、残り2つは分からないですけども、まあ、とりあえずね、今回はもう3タイプずつ、3タイプ、見ていこうかなと思います。まず、キュートなんですけれども、もう僕ここ1人しか選びません。それが、前川美空でございますね。美空にゃんでございます。もうここはもう美空にゃんでしょう。美空にゃんじゃないのかっていう、逆にもうミクニャンがもう全然来てないし、ウェディングかな、ウェディングとフェス限と限定な、ウェディングとフェス限と工場なんで、周年 には来てないですし、もうミクニャンってね、別に人気なんで、なんで逆に来ないのかっていうね、不思議だったんで、もう来るならここしかないでしょ。キュートでもしね、来るのであれば僕はミクニャンかなと思っております。はい。で、次クールいきます。クールは3人ぐらいかな、言います。まずは、新田みなみさんですね。みなみでございます。こちらも、工場限定限定かな。で、夏とか、ウェディングとかの限定には来てるんですけどね。周年の限定には来ていないので、まあまあ、そろそろかなとは思いますね。まあ、単純にね、まあ、みなみなんで、全然ね、周年にふさわしいアイドルだなと僕は思うので、みなみもあり得るのかなと思いますよ。で、次、ランコでございますね。神崎ランコさんでございます。こちらも工場限定フェス限かな。で、限定が、これは、あれか、ウェディングか。で、フェス限が来てるということで。で、もう1年以上経ってますのでね、ランコもね。なので、ランコもね、だって、ランコはシンデレラガールですかね。第何期だっけ、第3期だっけ、4期だっけ、あのトップになってございますので、もうそろそろ4周目も来るんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、周年全員ね、こう周年にふさわしいんですって、分かりますか。ミクニャンもそうですし、ね、今のミナミもランコも、まあ明らかこう周年感の漂う、ウェディングで来てるイコール周年でも来るでしょみたいなノリなんですけども、来るんじゃないかなと思います。そしてラストがですね、コウメちゃんでございます。クールのラストはコウメちゃん。まあ、こちらはコウメちゃんはね、3周まだ2周しか来てないので、工場的にいただくだけなので、もうここはね、コウメちゃんも早く3周目出してあげてくださいというところですよね、とりあえずね。なので、まあ、ずっと限定は候補だなと僕は思います。はい。次、パッション、パッションでございます。ここがですね、もう確定なんですよね。パッションは絶対来ると思うんですけれども、パッションに関しては誰ってよく考えたっけな。まずはサナエさんですね。サナエさんはまだ工場と限定の2種類かな。で、そうやな、またウェディングで来てるんですけども、まあ全然周年がありえるのかな。で、まあ2周しかまだしてないので、まあ僕的にも好きなアイドルな。なんかその、いいじゃないですか。なんかとても可愛らしいだと思ったので、ウェディングのね、サナエさんをゲットしてよかったので、ここはね、来てほしいなぐらいな感じでございますと。で、次が、次が、リカかな。リカでございますと。まあ、リカはね、ちょっとね、まだ12月に来たのでね、ちょっと早いとは思うんですけれども、まあ、全然ね、12月に来て、まあもう、良い普通なんで、まあ、10ヶ月ぐらい普通なんで、まあまあまあ、リカも全然来るんじゃないかなとは思いますよね。まあ、アニメ勢ということもありますからね、リカもね、クリスマスかな。クリスマスと、これ、なんか、あれか、春のやつかな、春の限定で来ていますので、まあ理科も候補だとは思うんですけれど、どう思いますかね。で、あとはうーん
ヨシノンとかかな。ヨシノンとかもね、最初が工場で次が限定の、これは正月かな。で、フェスゲンの3週目が来ているんですけど、4週目ってことで、フェスゲンの、もう、これでもう、フェスゲンも確か、そうですね、もう1年経ってますので、ここもね、候補だなと思うんですよね。いや、僕、ほとんどなんか持ってるアイドルから選んでみたいなとこもありますけどね。理科は僕持ってないですけども。という感じでございますかね。こんな感じのアイドル、計何人 ?331 の6、7人かなを僕は選ばせていただきました。とりあえずファッション確定なので、ファッションが来ると。他はわからないんですけどね。まあ、周年なんでね、3タイプ来るかもしれないですけどね。まあ、まだね、その5日に来るかわからないんで、5日はまだなんかその、ね、なんだっけ、プレミアムの、何でしたっけ、プレミアムなうんちゃらかんちゃらみたいなのがね来ると思うんですよ。ここの何でしたっけ、メモリアル画書か、メモリアル画書も近日って書いてるので、いつ来るか分からないので、これが、ね、5日に来て、でこれが 1日か2日あってから、まあ、限定画書みたいなところかもしれないので、まあ、このタイミングがねちょっと分からないので、どうなるか分からないですけども、まあ、とりあえずね、2日前の今日にあげたという感じでございます。で皆さんの予想は誰でしょうかね。ぜひぜひコメント欄で書いていただけると嬉しいなと思います。ということで、こんな感じで本日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よかったらぜひぜひよろしくお願いいたします。それではバイバイ。